キクチャンネル。はい、どうもキクチャンネルです、今日は2022年4月の2日土曜日、現在時刻は9時16分です、今ですね、首都高速ですね、あの三郷インター、埼玉県の三郷インターからですね入りまして、首都高速に入ります。これからですね、首都高を通って、高井戸抜けて中央高速道路でね、山梨県の富士吉田市まで行きます。はい。でですね、最近今日からですかね、土日祝日限定みたいなんですけど、自動二輪車のね ETC の、定率二輪車定率割引のかな、まあ、なんかサービスがスタートしたっていうことでね、まあ事前登録が必要なんですけどね、はや旅というサイトから、いろいろ登録が必要なんですよ。 ETC カードとか、ETC の車載機の登録とかね、番号登録とかが必要なんです。で、事前に何日に使用しますよっていう申し込みが必要なんですけど、で今日、先ほど申し込みしまして、実際に割引が効くのかどうかっていうのをね、今日ちょっと実証してみたいと思います。はい。で、今ヤシオ料金所に差し掛かります。はい。今日からなんか料金変えてみたいですね、高速道路。はい。でですね、その、ETC の、定率割引の適用についてなんですけど、土日祝日なんかね、自動二輪車は、37.5% かな、なんか割引になるということでね。で、まあ、条件がいろいろあるんですけど、まず乗ってから降りるまでの距離が100キロを超えること、それから、途中でですね降りたり乗ったりしないことですね、まあ、そういう条件があるらしいんですけど、それをクリアしていれば指定の、まあ、一部指定されてない道路もあるみたいなんですけど、まあ、大概の、有料の高速道路はね適用になるみたいなんで、まあ、そちらはサイトの方で調べて、ぜひともご利用いただければと思いますね。はい。今日はですね、実際に、三郷から富士吉田の、西桂だったかなの、スマートインターというところまで行くんですけどね、通常料金で行くと2760円だったかなぐらいらしいんですよ。で、今日実際に、まあ、走行距離が126キロぐらいになるんで、まあ、条件クリアするはずなのでね、本当に 37.5% ですね割引になるのかっていうのをね、今日は実証してみたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。では、またですね、途中で、また終点に近づいたらですね動画の撮影したいと思いますので、お付き合いよろしくお願いいたします。はい。今ですね、中央自動車道下りの、団子坂サービスエリアまで来まして、はい、今ちょっと休憩したんでね、ここからも富士吉田の西桂ですか、スマートインターまでねあとわずかなんで、またここから、ちょっとね動画撮影をしていきたいと思います。ではスタートしたいと思います。ね、今日はETC のね、自動二輪の、定率割引というものですね、はや旅というサービスで、本当に、割引が適用になるのかということで実証するためにね、山梨県富士吉田市まで向かっておりますんで、で最後出口で、料金が割引になっているのか、まあ、それともね、その時じゃなくて後で、まあ、割引適用で引き落としになるのかどうなのかっていうのがねちょっと分かんないんで、
検証結果を見るのが楽しみです。はい、それではまた本線に合流して富士吉田市に向かいます。はい、では一旦撮影を止めたいと思います。はい、それではね、今中央高速道路からでね、今度の大月ジャンクションのところですね、川口湖方面に分岐して、今富士吉田市の方を向かっております。真っ正面にね、まだ雪化粧している富士山が映ってますけど、見えますかね。ちょっとね、GoPro だと広角なんでね、ちっちゃくしか見えないかもしれないですけど、まだまだ真っ白ですね、富士山もね。なんか昨日も朝もね、場所によってなんか雪が降ってたみたいなんで、山梨県はまだやっぱり寒いですね。まあ、そのまま結構冷えるでしょうね。いくらになるかな、いくら表示が出るんでしょうか。あ、1560円で出てました。いやー、なってましたね、割引に。なってました、 OK です。はい、ありがとうございました。ということで、検証は大成功でしたということで、はい、今日もご視聴いただきありがとうございました。ではまた見てください。皆さん、さようなら。